京の開祖中山美樹の生涯。中山美樹は庄屋の前川家に生まれ、13歳で中山善兵衛に嫁ぐ。美樹は41歳で月日の社に定まったが、幾度か池や井戸などに身を投げようとしたこともあった。その後家財や道具を貧民に施したり、屋敷を取り払ったと言われる。この後長らく具体的な布教は行われず、嘉永6年に夫が死去すると、当時17歳であった五女に何は道頓堀へ人形を流させに行かせた。翌年三女の解任の際に美樹自ら安産祈願である帯や許しを初めて施した。これが従来の毒意味やもたれ物、腹帯といった慣習に従わなくても容易に安産できるとして、次第に評判を呼び、美樹の教えが広がっていった。源氏元年頃には美樹を慕う者も増えていったが、警察からの取り締まりを受けるなど権力との対立が表面化。その後も美樹だけではなく信者や家族もたびたび留置交流を受け、明治19年には最後のご苦労と呼ばれる美樹最後の12日間の交流を受け、教祖中山美樹は満88歳で移せ身を隠したのである。